自己収束に向けた道筋のステップツーが完了したことをここに宣言をいたします。この総理会見のおよそ2時間前、野田内閣の閣僚全員を集めた第22回原子力災害対策本部でステップツー完了の確認とそれを受けた今後の取り組みが話し合われました。これをもって自己収束に向けた道筋に定めたステップツーは。 完了をいたしますけれどもこれも一重に現場で働く作業員の皆様のご奮闘とそして関係者の本当に多くのご努力の賜物であると感謝の意を表したいというふうに思いますそもそも今回達成をしたステップツーとはどういう状態のことなのでしょうかこれは今年4月当時の菅総理の指示に基づいて事故収束を計画的に進めるために 東京電力がまとめた資料その中でステップ2の目標を放射性物質の放出が管理され放射線量が大幅に抑えられていることとしましたまた個別の目標についてロードマップを作成しステップ2では原子炉を冷温停止状態とすること使用済み燃料プールの水位が維持され安定的に冷却できていること 原子炉は冷温停止状態に達し、不測の事体が発生した場合にも、敷地境界における被ばく染が十分低い状態を維持できるようになりましたそして今回こうしてステップ2が完了した後も、当初のロードマップ通り、取り組みは切れ目なく続きます。早速この日 次のの段階の組織が直ちに設置されました。総務大臣をはじめ、関係者には、本日設置した政府・東京電力中長期対策会議を活用し、改良作業を着実に実施をするようにお願いをしたいというふうに思いますこの新しい中長期対策会議は、今後、廃炉に向けたロードマップを決定し、 各機関と連携した現場作業や研究開発を実施します。その進捗状況は定期的に公表されます。被災地域には、いまだに事故の影響が大変強く残っております。皆様ができる限り早く帰還し、生活を再建できるよう、政府一丸となって取り組んでまいりたいと思いますので、ご協力をお願い申し上げます。